これ始まってる？これ始まってんの？本当始まってんじゃん。言ってよ。いや考えてなかったな。8月分の収益発表。ちょ言えてないですね。8月分のちょっと寝起きなんで言えてないですよね。ちが言えない。立ちつてと、もう一回いきます。8月分の収益発表ということで、ごめんなさい。前々回も、なんか年収発表という動画出して、今回も収益発表って、またお金なんですけど、お金関連なんですけど、まあ、今日から9月1日ということで、俺こんな滑舌悪い？あ、今日から9月1日ということで、ちょっと、お目に見てください。9月1日ということで、まあ、8月は、ちょっと8月の後半ぐらい、動画何本か出したので、その動画出してなかった7月とどう変わったのかっていうのをまあお伝えしようかなということで今日は発表します。で、年収の時はね、まあ周りくど発表したんですけど、今回はもうさらっと言っちゃいます。ここででもなんか YouTube の規約的になんか数字をなんか正確に言っちゃいけないみたいで、でもなんか物で例えるならいいみたいなんで、物で例えます。皆さんが分かりやすいようなもので例えると、2024年8月分の YouTube の収益はランボルギーニ 0.001 台分です。ありがとうございます。いやー、0.001 台分か。皆さんもね、ちょっと計算してみてください。ランボルギーニの値段かける0.001。した数が、まあ、8月分の収益。ちょっとまあね、わかりやすいとは思うんですけど、計算するだけなんで。で、これ、こう考えると、なんかランボルギーニってめっちゃ、なんか買えそうじゃないっていう雰囲気しますよね。あと、あと1000回か。あと、1000ヶ月、これを続ければ、ランボルギーニに変えちゃうっていう。で、これ、何がすごいかって、その上げてなかった7月の収益は、ランボルギーニ 0.0005 台分なんですよ。ってこと、2倍になってます。先月から。これすごいですね。これすごいですね。という、まあ、冗談はここまでで。値段もはっきり言います。値段はっきり言うんですけど、ちょっとまあ、8分、生かすための時間稼ぎと、そのやっぱ皆さんに簡単に収益を知られたくないし、収益を知るぐらいだったら8分見てくださいということで、ちょっと8分行くまでの間、どこかで発表します。なので、ここからは、時間稼ぎさせてもらいます。お腹が空いたので、ちょっとホットケーキ作りたいと思います。行きましょう。
できましたうい。バターとメープルシロップをかけました。いただきます。8月分の収益は27,105円でした。ありがとうございました。